대원입니다. 今日はですね、前いつあったか僕も覚えてないんですけど、メモっていることがあって、あのコメントで韓国の男は、日本女の化粧をどう思うかについてちょっと話してくださいという方がいらっしゃったので、それについてちょっと話してみようかなと思っています。はい、そうですね、韓国男が日本女の化粧をどう思うかについて話してください。簡単に言ったらいいと思います。僕は悪くないと思います。でもそれが韓国女の化粧よりいいと かどっちがいいとかはないんですよ。普通に個性が違うから、もうそれだけです。皆さんも知っている通り、韓国では、韓国女性はちょっと綺麗系、白い系を好きですね。でも日本はちょっとちゃいます。ちょっと可愛いなので、韓国人が日本行って、最初日本女性の化粧とかファッションを見たら、なんかいろいろ個性があるからいいなと一応僕は思いました。どこまでこの僕です。違う人はどうか知らないです。聞いたことないです。というのでも僕はそう思いました。でも個性があるけど、でも大体ちょっと平均的に見たらちょっと可愛い系の方が多いんですね。なんかほっぺたに赤とかプションしたり、それが多いんですけど、おー、いいんじゃないんですか。僕はいいと思います。でも僕の個人的な好みは韓国系か日本系かとしたらどっちでもないんです。僕はほんまに普通でほんまにどっちでも好きです。正直言ったら今の彼女が一番好きです。やっしーばー。まあそういうことで、一応日本女性のメイクとかを見たら可愛いと思うし、個性が濃いと思います。はい、それをいいか、それをよく思うか悪く思うかはもうその人の判断じゃないんですか。一応客観的にはそんな事実があって、僕はそれをいいと見ています。それを悪く見ている人がいるかどうかは僕は知らないんです。一応僕はそう思うだけです。一応そうですね、もういいんじゃないですか、もう国の個性。はい、そうですね、もうだからもう結論的に見たらもうそうですよ。そんな感じなので、まあ、じゃあ今日はここまでです。もっともっとギャルの動画はこの次の動画にするようにします。はい、この次の動画ではギャルについてちょっと話しています。めちゃめちゃ面白いと思いますね。はい、じゃあ今日は本当にここまでです。